皆さんこんにちは、モンキーマジックのブレイズとメイナードです。僕結構なんかこの When She Loved Me の印象がすごく悲しい雰囲気というか切なさがあって、そうですね、すごくいい曲だなと思いましたし、はい、すごい映画のフィットもあったし、うん、なんかこう誰が歌ってるんだろうって、うん、セラ・マクラクランっていうふうにね聞いて、カナダ人だし ね、なんかすごい思い出深い曲だったしね。今回ね2人で男がこの曲を歌って、ちょっとねまた雰囲気が変わりますんで、うん、絶対皆さん喜ぶと思いますよ。面白いですよ。まあ、僕たち今までのねそのカバー曲でも、はい、女性の曲、はい、歌うの大好きなんですよね、はい、そこでなんかこうまあどうせ超えられないと思ってるんで、そのまあ女性が男性になるところでちょっとオリジナリティも、できるっていうところがすごくオルテガさんの考え、結局うちらに、話いただいたことも、なんか彼の中のこうワールドが結構できてて、うん、かっこいいなと思いました。そうですね、そしてねオルテガさんが、彼の天才はみんなのキャラクターを見て、でそこでアレンジしてる、うん、初めてね曲聴いた時にモンキーマジックらしいなと思って、そうそうそう、すごいよく分かったなと思って、そういうことなのかな。そうそうそうね、二人の歌ってることと歌い方がこうちょっとこう、掛け合いが多分聞きどころなのかなと思うんですけどね、うん、いやいやいや、めちゃくちゃいい曲ですよ。まあ、切ない悲しいけどすごいアップリフティングな感じなので、うん、トイストーリーのファンが絶対この曲、このバージョンが絶対好きになりますんで、ぜひ大きい笑顔で子供の、時を思い出しながら、When She Loved Me を聴いてください。以上でモンキーマジックのメイナードとブレイズでした。 Lonely and forgotten, never thought she'd look my way. She smiled at me and held me just like she used to do, like she loved me when she loved me. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spend together lives within my heart. When she loved